か指さしてるよ。なになに、縦が横になる、縦が横になる全然マジシャンじゃないダメだね、はい、ダメだよすごいね、盛り上がったね、はい、さて1回戦はヤクルトチーム35秒、はい、そしてホークスチーム18秒ということで、ホークスチーム勝利です。おめでとう、おめでとう、やったね、ポイントゲット。いやもうね、ハニーちゃんがめっちゃうまかった、とっても上手だったよね、うん、たはい、そんな盛り上がったジェスチャーゲーム対決でした、はい、さあ続いての対決いってみましょうか、はい、続いての対決は美人伝人ゲーム。はい、両チームにあるお題を出します。そのお題から連想するものを今度はフリップに書いてください。はい、その答えがチームメイトの書いたものと多く重なった方の勝利となります。はい、例えば福岡の美味しい食べ物といえば、はい、ラーメンとかもつ鍋とか明太子とか、はい、たくさんありますよね。ありますね。はい、その答えが多く揃った方が勝ちです。多く揃えばいいんですね。多く揃った方の勝ちです。はい、はい、いいですか、気持ちをね一つにして頑張ってください。はい、はい、ではお題発表したいと思います。はい、お題は運動会の種目といえば、はい、運動会の種目といえばです。運動会のシーズンですからね。はい、それではお書きください。どうぞどうぞ。さあ、はい、今日ファンファンステージ始まってるんですけど、ちょっとお天気が微妙ですね。そうですね、雨も降ってきてるんでね、ちょっと風は涼しいんですけど、はい、さっきエリカちゃんと話してて、はい、エリカがこういう暑くもないし 寒くもない日がとってもなんか脱水症状になりやすいから、そうなんですよ、皆さんね、ステージ今日も長いので、はい、こまめに水分補給を取りながら、ね、はい、野球が、はい、野球観戦がね、大事なので、はい、しっかり倒れないようにしながらステージ来てくださいね。楽しんでくださいね。さあ、はい、どうかな、あ、もうかけてる、かけた、オッケーオッケー。はい、はい、じゃあまずはね、はい、ヤクルトチームから見ていきたいと思います。ヤクルトチーム発表してください。どうぞどうぞ。はい、リレー、ナナちゃんリレー、パン食い競争、親の場所、親の場所取り、あ親の、そうだね、そうだよね、お父さんお母さんビデオ撮るのにね、うん、拍手が確かに、でも分かる、うん、分かる分かる、いい答えついてくれたね、うん、でもね、かぶりゼロです。かぶりなし、残念残念残念。さあ、悔しい思いしてますね、はい、今度はホークスチーム見てみたいと思います。ホークスチーム答えをどうぞ。ノアちゃんはリレー、イラスト付きで書いてくれてます。ハニーちゃんもリレー、そしてハリー君、校長先生の挨拶、まあ長いけどね、ずっと立ってて聞くの暑いけど、まあ校長先生の挨拶もあるよね。お、エリカプレゼントになってます。はい、ですが、こちら、はい、ホークスチーム、なんと2かぶりです。お、1かぶり、あ、2かぶりか、2かぶりです。結果、多く揃ったのはホークスチームだ。また1ポイントゲットです。ハニー君はね、かぶってなかったけどね、はい、ハニーちゃんのノアがかぶってたんだよ。ガクシーガクシーリハーサル、リハーサルしてないですよ。してない、してない違いますよ、リハーサルしてないですよ。はい、じゃあ次が最後の対決になります。はい、はい、最後の対決に勝ったチームにはなんとなんと100ポイントゲットです。100ポイント、100ポイントです。ちょっともう大逆転、ありだね、ありだね。お、つば九郎が、お、かっこいい。